大島ひろなりのごっつぁんす TV。 皆さんこんにちは、大島ひろなりのごっつぁんす TV。 今回は、吉祥寺で、なんだっけ、鉄拳エイトジムからお送りします。鉄拳エイトジムからお送りします。久しぶりだ、動かねえな。感覚が分かんねえんだよ。どれぐらいぶりなんですか？18年の12月にジム辞めて、もう3年半ぐらい経つでしょ。3年半の間に彼を教えたのは何回かだから、最近だから。それも何ヶ月か前だからね。その時も全然久しぶりだから。あ、じゃあもう3年ぐらい本格的に本格的にやってないもん、全然。サウナの汗とは違うな。サウナやっぱこうやって動いた汗を流さないとさ。将来の世界チャンピオン、チャンピオンになるだろう。はい、パワーやる、パワー。はい。何だよ、パワー。クリアだ。パワー。よし。何歳なんですか？7歳。
小学生ですか、はい、面白いこと言えよ使ってもらえるなんだろう、どうしてボクシング始めたんですか。わからない。あ、お父さんとかやりたくないけどやらされたんだよな。ちょっとご紹介してください。お父さん、レンは、レン、レン君、レン君、レンはね、あのお兄ちゃんの弟、これでボクシング一生懸命兄貴やってんだけど、ええ、レンはな、しょうがなくやってんだよな。あんまやりたくねえもんな。そうつくない、無理やりやらされてるくせに。いや、最近はやりたいし。最近はやりたいの。ああ最近や、あ、変わったんだ、気持ち変わったんだ、ボクシングやろうと思ってんだ、うん、どれぐらいまで行こうと思ってるの、ボクシング。世界チャンピオン。世界チャンピオン、おいいね。世界チャンピオン目指して。誰好きな世界チャンピオン。デイビス。デイビス、デイビス、いやすごいな、分かんないけどさ、チャンピオン、ほら意気込み語って最後ポーズで締めて、はい、カメラに向かって、はい、これ出るんだからお前。意気込みはないっす。意気込みないって、チャンピオンになるぞ、はい、パワー、パワー、パワー、チャンピオンになるぞって言ってからだよ。チャンピオンになるぞ、ちっちゃい声が、はい、大きい声が、はい、チャンピオンになるぞ。パワー、そう、パワー、パワー照れてる。いやいや、そうですね、やらされてますもんね。やらされてるもんね。すいません。ジャッカルさんのどこが好きなんですか。どこは他のボクサーと違うんですか。まあ、ガンガンもうやられそうになっても前に出てって、やられてもそう、その後から巻き返す。あ、ファイタータイプの。ジャッカルさん、ファイター。そうっす。どう見ても50代だよね。すごいな。すごいな。久しぶりに見て思ってどうでしたか。いやー、もう感覚がつかめませんでしたね。ちょっとみんなスピードがありすぎて、ちょっと久しぶりだからもうちょっと慣れないとダメですね。おい、次は俺様だぜ。何年ボクシングをやっていましたか。何年ボクシングを、プロでね、プロで8年半ですね。じゃあ学校で悪かったですか。学校は真面目でした。よかったです。ありがとうございます。点数は何点取っていました。点数はあんまり取ってなかったです、いつもあの後ろの方でした。ビリビリビリぐらいです。僕も目立ったんです。結構前はそうでした。結構前は。今はいいんですか、成績は。いや、成績はね、ダメだからね、これね、あれですよ、あれもうね、漢字のテストとかね、答え見てやってます。答え見てやってますか。先生、それずるじゃないですか。先生がいいって言ったの、ね、それずるじゃないですか、それ。じゃあ、YouTuber は、楽しいですか。YouTube は始めてまだ半年ぐらいなんですけど、楽しいです。もっとたくさん見てもらいたいので、これからいろんなことに挑戦していきたいと思います。ラーメンは好きですか。ラーメンは毎日食べてます。年間600杯食べてます。すごいですね。じゃあクイズに答えてください。はい、じゃれん、俺のマスクは何色ですか。はい。いやはい、俺のマスクは何色ですか。マスク、パンツ見えちゃったの、パンツ。真ん中黄色かったぞ。真ん中黄色かったよ。違う。うんこついてた、うんこ。うんこついてない。ちょっと後ろ見せてみな、茶色くなってたよ。茶色くなってない。なってたよ、おしっこ漏らすでしょ、まだ。おしっこ漏らしますか、まだ。漏らせない。はい、もうおしまいです。じゃあこれ取ってくんない。あのね、ジンの真似しますね。ボクシングで試合の時、止められた時ね、はい、ダウンってやって
ましたね。あ、ダウンを取ったんですか、お兄ちゃんが。違います。取られた時に。取られた。あ、ダウンって。それで負けちゃいました。どう。まあね、こんな感じもあるんですよ。あとね、ちょ、一番大事なこと言います。これね、一回ね。ちょっとさ、二人で言って、二人で大島ひろらりのチャンス TV、チャンネル登録をして、ね、いや、それ最後にさせて。ちょっと二人でやって。最後にさせて。もう、もう長いからダメだよ、もう。もう何回も。悪いことは、あれ、悪い人がいます。あのね、例えば、誘拐するとか、金奪うとか、萩にさせるとか、そういう人がいますが、絶対そんなことしたらダメですからね。逮捕されますからね。わかりました、これですから。逮捕、まあよね。じゃあ、行きますよ。おい、ジン、来い。カゲツルピッカン、来い。お前さ、マジで2人で、2人で、2人で行きますからね。見とけよ。大島ひろなりのこっさん TV。 せーので、はい、2人ついて。大島ひろなりのこっさん。もう一回、ちゃんとでっかい声で。では、せーの。大島ひろなりのこっさん TV! チャンネル登録よろしく。しないとね、どうなるかわかんないってさっきも言ったよね。はい、バイ。そういうの言う、そういうの言ったらダメだよ。ああ、ああ、ああ。それ言ったらほら、あ、今の嘘ですから、ごめんなさいね。大島ひろなりのごっつぁんす TV! サウナの汗とは違うな、はい、やっぱこうやって動いた汗を流さないとさ。